皆さんこんにちは。インスパイのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、まあお待たせしましたみたいな感じなんですが、まあ実は毎月初めにですね、先月に投稿した Facebook の中のいいねすランキングっていうのを発表してるんですが、今日はですね、今月はですね、結構いろんなネタがあってですね、できなくて、で、もうギリギリ、もう新しいネタをやってたら、恒例のネタができないギリギリになってですね、月末にまとめて、まとめ記事みたいな感じで書くようになってしまいましたが、お待たせしましたということで、8月の Facebook 個人の投稿のいいね数ランキングを発表していきたいと思います。現在友達は980人で、もうここ数年変わっていない中で、一ヶ月、どのぐらいいいねがつくかということで、見ていきたいと思うんですけど、大体ですね、今までの傾向から言うと、まあ、20位以内に入るためには、70いいねぐらいね、必要だということが分かっていたんですけど、ちょっとですね、以前に調子悪い月があって、60とか50台までね、50いいねぐらいないとダメだった時があったんですが、また今回ですね、少し悪い、8月は、不調な月だったんですけど、でも、一方で、ということがありました。今日はじゃあ、それを振り返っていきたいと思います。では、早速ご覧ください。はい、第1位なんですけど、こちら、120いいねということで、100超えをしてくるとですね、年間ランキングでもベスト10、ベスト20ぐらいにですね、入ってくるものなんですが、この辺が120になってきます。これは、実は、ネタとしては、このスーツを着るネタっていうのは去年もやっていて、その時もやっぱり反応良かったんですね。で、日頃とやっぱり違う、まあ自分というかですね、見せるっていうのは、結構面白い、いいねはつきやすいんですよね。なので、まあ新しい自分とか、今までない自分っていうものを、Facebook なんかで、投稿していくっていうのは面白いと思います。はい、続きましてこちら。はい、ミゼットなんですけど、先日ローソンに来ましたら、この車が止まってまして、で、思わずね、かっこよくて撮ってしまったんですけど、102いいねになりました。やっぱこういうですね、まあネタというかですね、大事ですよね。これ全然僕と関係ない話なんですけど、まあ皆さんでもですね、こういう変わったものっていうのを見つけたら、できるんじゃないかなと思いますので、よかったらやってみてください。102いいねでした。これギリギリ年間入るかどうかですね。ちょっと厳しいかな。厳しいかもしれませんが、いい順位だと思います。第3位。はい、100いいねということで、経営発表会というものなんですが、これも実はスーツ着てますから、これ同じ日の分のやつなんですけど、毎年参加していまして、その時のですね、いつもいいねいただく内容なんですけど、こんな感じでしたということで、写真を投稿していました。これ第3位ですね。第4位。これもね、ちょっと思ったより意外だったんですけど、97いいねなんですが、なぜそばにラー油を入れるのかっていうですね、お店が東京の方にあるんですね。で、これはカレーは飲み物だっていうお店と同じ経営者がやってるっていうような噂なんですけど、面白いですよね。で、これまあ、いわゆるネタなんですけど、ここまでいいねが来たっていうことで、ちょっとびっくりしています。97いいねでした。ありがとうございます。はい、第5位なんですけど、ここからちょっとですね、不調になってきまして、はい、こちら、かき氷専用の醤油っていうものがあるということで、これはテレビで紹介されてたのを見て、インターネットですね、買ったんですね。結構待ち時間もあって、届くまで時間かかったんですけど、実際食べてみたらすごい美味しかったです。なんて言うんですかね、和菓子ですよね。和菓子の、みたいな感じですね。なんて言うんですか。団子の、みたらし団子みたいな、そういうような味で結構美味しかったですけど、皆さんもよかったら試してみてください。醤油っていう感じじゃないです。しょっぱいって感じで全然ないですね。美味しかったですね。82いいね。さあ、ありがとうございます。そして、こちら。79いいねということで、ガンダム新聞ということで、こちら友達にこれ撮ってもらった写真なんですけど、これなかなかいい感じですよね。で、これ結構ですね、人気があった新聞らしいんですけど、やっぱこういうのはね、ネタとして使わないと、もったいないですよね。
ぜひ皆さんもやってみてください。これ正方形で撮ったんですけど、正方形じゃなくても横長でも良かったかもしれないですね。ただまあ今 Facebook では、Instagram からね、正方形のスクエアの写真が流れてくる多いんですけど、まあスクエアが一番大きく映るので、スクエアでね、投稿してみるっていうのもありだと思いますけどね。はい、続いてこちら66いいね。ここでもうですね、ベスト、普通だったら20位から超えて、下がってしまうんですけど、66いいねでもランキングしてしまいました。金沢駅、金沢駅でもいつも撮ってるんですが、ちょっとやっぱり同じようなものを何回もやってると、やっぱネタ切れっていうかですね、新鮮さがないんでしょうね。やっぱいいねがなかなかつかなくなりました。66いいねになりました。ただ金沢駅はですね、今回行ってみて思ったんですけど、いやー、新幹線効果がすごいですね。観光客、そしてまだ外国の方がとにかく多くて、で、これ富山とか、まあ私の地元の上越なんかでも新幹線の駅できましたけど、まあ、金沢が圧倒的じゃないかなっていう気がしていて、まあ最終っていうのもあるんですけどね、すごい人でして、まあ、効果はすごいあるんじゃないかなって気がしましたね。ぜひ皆さんも、金沢行ってみるといいかなと思います。そしてこちら、かき氷64位ねということで、これ最近流行ってるらしいんですけど、かき氷なんですが、いわゆるかき氷のキーンってくるやつじゃなくて、ふわふわしているというですね、すごい、なんていうんですか、カンナで削ったみたいな、そういうかき氷なんですね。で、こちらが売って、店が初めて新潟のできたということで、行ってきたんですけど、かなり美味しいですね。ここはぜひおすすめなので、詳しくはですね、このリンク先にありますので、まあ、友達の方限定ですけど、ご覧いただきたいなと思います。はい、続きまして、63いいね、牛水ということで、なんか8月は結構この話題が盛り上がった気がしましたが、新潟の方に吉野家の飲み屋バージョンっていうのがオープンしたんですね。で、それで、そこでですね、飲みに行ったんですけど、そこの中のメニューにあるこの牛水っていうものが非常に美味しいんですよね。で、これなんかこの話をしてたらまた食べたくなりましたけど、夜メニューなので、昼間は食べれないんですね。夜しか食べれないっていうので、非常に美味しかったのを覚えています。で、1回目行った時は、この牛水うどんではなくて、牛水っていうのを頼んだ。これ、要するに、うどんが入ってないバージョンを頼んだんですけど、これ絶対うどんが入ってる方が美味しいだろうなと思って、2回目にうどん入りのを頼んだら、やっぱり美味しかったですね。これおすすめです。皆さんの街にも、吉野みあったら、ぜひ、牛水、頼んでいただければなと思います。まあ、牛水丼ですね。牛水うどんですね。頼んでいただけるといいと思います。はい、続きまして、こちら。そうでしたね。こんな事件もありましたね。新幹線で、何でしたっけ。自殺みたいなのがありましたけど、防犯カメラっていうのが意外に新幹線ついてるんだなっていう、これ新幹線がこれからもっとね、カメラを増やすっていう話の前ですよ。出入り口には前からついてたっていうことなんですけど、全然気にしなかったんですけど、気づいたら街中とかいろんなとこにも防犯カメラって多くなってるなっていうことで、なんかちょっとね、監視されてる世の中みたいで嫌だなって気がしたんですけど、実際に新幹線にもありましたね。はい、ということで、これでもう60いいねなんですね。本当に不調でした。そして、同じく60いいねってことで、すいません。こちらですね。Google から手紙が来ましたっていうことで投稿したものなんですけど、これちょっとね、ドキドキしながら、去年 YouTube のアカウント停止みたいなことあったので、本当ドキドキでですね、投稿したんですけど、まあ、蓋開けで見れば、ローカルビジネスっていうやつがですね、ちゃんと登録されてますよっていう、まあ、安心の内容だったんですが、で、あまりにもドキドキなので、そのドキドキの様子を、YouTube でですね、YouTube で、Ustream で動画配信しようかなと思っていたんですが、全然大したことなかったです。はい、こんなのもありましたね。はい、なんかもう1ヶ月以上前なので、ずいぶん忘れちゃってますね。はい、続いてこちら。58いいね、吉野美。これは看板いい感じですよね。吉野美っていうことで挙げていましたが、もう58いいねでランクインなんですけど、これはなかなかいい感じで撮れたんじゃないかなと思いますよね。写真としてですね。いい感じですよね。なんかこの
左側の、この、これ商店街なんですけど、こう商店街のなんかガラガラ度と、ガラガラ度で、しかもその人が歩いてないっていう度合いと、吉野見があって、右側の方はお客さんがね、もうちょっとずらーって入ってる感じだと思っていいですけどね。入ってて、あったかい感じと。で、これがこの吉野見っていう看板、のね、ものを通して、左と右で、対照的になってるっていう。気づきました?皆さん。気づいてました?そういう風になってて面白い写真じゃないかなって気がします。はい、続きまして、こちら、57いいね、アリエルグーさんです。はい、こちら。なんか、個人的には、この構図大好きで、この手前にケーキがあって、ここにドリンクがあるっていう構図結構好きなんですけど、なんか、やっぱ、多いですね。僕、こういう投稿多いなって気がしました。ただ、これ、なかなか、色合いもですね、いい色が出てるんじゃないかなっていう気がしますね。57いいねでした。ありがとうございます。そしてどんどん下がってきます。56まで行きました。56いいねということで、ベビーフェイスプラネッツ、新潟メイキインター店がオープンということで、これオープンする前にですね、スポットを自分が誰よりも先に作ってやれっていうことで、行ってみたものなんですけど、こんな感じで作ってみました。ただスポットこれはなかなかうまくできなくてですね、申し訳なかったんですが、作ってみました。という投稿ですね。はい、続きまして、こちら。マグロ丼、55いいねでした。こちらはですね、マグロね、結構大好きで、これ金沢行った時に食べたんですけど、美味しかったですね、ここの店。僕、個人的に、まあ、丼も大好きなんですけど、味噌汁結構好きで、ね、一緒についてくる味噌汁がすごい美味しかったっていう思い出があってですね、まあ、出汁がすごい良くてですね、美味しかったと思い出がありますけど、55いいねでした。ありがとうございます。そして、苦しいです。54まで下がってきましたが、こちら新潟駅から、駅団方面に覗いてみると、こういう景色が見えるんですが、実はここ、この茶色いビルが弊社ですっていうことで投稿したものなんですけど、これなかなかいい感じで撮れたんじゃないかなって気がしますね。距離感も、ここ駅の、なんて言うんですか、建物のものですので、ここから見ると近いなってのがわかるんじゃないかなと思います。そして、こちら、53いいね、塩焼きそばということで、これね、すごかったですね。980円で、この大きさですから、結構な量あるんですけど、こちらが半額になってたの490円。だから普通の焼きそばの値段くらいですよね。まあ、安いだとね、300円台ぐらいかありますけど、これがですね、3回に分けて食べないと食べきれないぐらい量があってですね、多かった気がしていますけど、53いいねです。これまだもう、いきますよ。今度52いいね。こちら。これね、面白いんですけど、あなたは男性の方の場合ですけど、ショーをした時に、水は台で流しますか、ショーで流しますかっていうアンケートがあったんですね。そしたら、意外にですね、台で流してる人が多いっていうことを聞いて、ちょっと僕びっくりしたんですけど、そんなもんなんですかね。そういうようなことがニュースになっていたのを投稿したものです。続いて、こちらもついに40代に行きました。49いいね、噂のスマホということで、スマホ、ね、au さんからも来ましたけど、残念ながら au で買いませんでしたがね。噂のスマホ、iPhone 6S 出ましたね。はい、続きまして、こちら、ラーメン屋さんの写真なんですけど、まあ、いわゆるリフトの写真なんですが、この新潟のですね、飲み屋街にあります、古町って飲み屋街にあるんですけど、天竜ってお店が実は並んで2軒あるんですよね。で、お父さんと息子さんがそれぞれやっているっていうのがあって、で、同じ字なんですよね。ということで、私はさてどっち側で食べたでしょうかっていうことで、投稿したものなんですけど、48いいねでした。ありがとうございます。そしてラストですね、20位ですけど、48いいね、男気弁当ということで、広島カープの黒田のですね、おとぎ弁当のものを投稿しました。ということで、今回は48まで下がってしまったので、非常に不調だったんですが、いいのはね、120とか超えて、良かったんですけどね、ちょっと波があった8月じゃないかなと思います。9月の方もね、頑張ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今日は、Facebook の8月のいいね数ランキングを見ました。ミスパネットでした。
ありがとうございました。バイバイ。